ポールダンス用のポールは突っ張り式で床や壁を傷つけずに立てることができます。突っ張り式のポールをお家に立てる時の注意点を3つお話ししたいと思います。まず1つ目ですが、ポールを準備します。ポールを立てたい場所の天井高を測ってください。その高さをカバーしているポールをネットで購入してください。2つ目は設置したい場所を細かく決めていきます。天井のどの部分に梁があるのかを確認していきます。わからない人は針探知機があるのでそちらで調べていきます。ポールダンスの練習はヒールを履いて行うこともあるので、ヒールを履いた時に注意にぶつからない場所を探していきます。最後に3つ目のポイントです。突っ張り式のポールなので突っ張った時に多少跡がつきます。床や天井がポールと接地する部分に滑り止めマットを差し込んでから突っ張っていただくと突っ張り跡が目立ちにくくなると思います。